正福寺は、長崎県長崎市にある大白州の仏教寺院。3号は、万寿山。日本に大白州を伝えた隠元の孫弟子にあたる、弟子神道豊を開山として、長崎奉行の公園や、在崎東人、鉄心の母の実家である、地元豪商西村氏などの出資を得て1677年に建立された。創建時にすでにあった長崎三福寺と呼ばれる当寺、三ヶ寺の目付寺と言われるが、後代には三福寺に東寺を合わせて、長崎四福寺あるいは長崎四ヶ寺とも並び称された。道雨の様式は、他の大白州寺院と同型で朱塗りを特徴としているが、より和風建築に近いものとなっている。俗に、広東寺とも言う。慶応3年のいろは丸事件では、紀州藩と土佐藩の談判の舞台となった。老朽化した太夫宝殿の修復のため、2010年9月より、寺の負担分1億円を目標に募金を開始した。その後、2014年9月18日付で、長崎県指定有形文化財の建造物4棟が国の重要文化財に指定された。ABC 観光資源再発見ボリューム2正福寺、長崎商工会議所、2021年1月18日、閲覧。正福寺の主事所、協力会の動き平成26年9月18日文部科学省、国時第131号。ありがとうございます。